はい、どうもこんにちは、ちょうちんです。ということでですね、今日の動画はですね、美容とネタを合わせたような、そんなね、超楽しい動画になっております。楽しいかわかんないけど、まあ今日はね、この初のお風呂でのアングルっていうことで、今日の動画はですね、結構今までリクエストっていうかコメントで来てたんですけど、ちょうちんさんおすすめのシャンプーは何ですか、ちょうちんさんの使ってるシャンプー教えてください、ワックスがよく落ちるシャンプー教えてくださいっていうね、コメントが超たくさんあったわけよ。ということで今日はですね、美容の問屋さんで買ってきた、その美容師が超おすすめするシャンプーを皆さんに紹介したいと思います。ということで今日の紹介するシャンプーはこちら、アマトラクーヘアバスということでですね、アマトラって呼ばれてるシャンプーなんですけど、多分聞いたことない人がほとんどだと思うんですけど、このシャンプーはね、マジですごいんですよ。まずはシリコンフリー、あの頭皮にいいってやつですね。とあとね、カラーした後とかのカラー脱色防止みたいな、カラーの落ちも防いでくれる成分もあって、さらにこれが一番やばい、多分他のシャンプーで絶対ない成分なんですけど、あのシャンプーすると髪質が良くなるっていう、すごくないですか、マジで。なんかトリートメントとかリンスとかで髪をこうダメージをケアするってのはあるんですけど、このシャンプーでね、髪のダメージが良くなるっていうね。でしかも効力を最大限に生かすために2、3分放置してから吸いでくださいって書いてあるんですよ。こうシャンプーを2、3分放置するっていうシャンプー、やばくないですかこれ、すごいっすよね。これね、俺見た時マジでびっくりした。で、あとね、この泡立ちがね、洗顔フォーム並みに、すごい、もう、きめ細かい泡立ちで、まあ、とにかくすごいいいシャンプーだということで、気になるお値段なんですけど、定価だと4200円。で、俺は美容の問屋さんでは3800円くらいで買いました。高い。めちゃくちゃ高い。俺のバイト代。まあそういう感じでね、あとはこうがっつりワックススプレー使ったこの髪の毛でもちゃんと洗い落ちがするのかっていうのも試しながら、まあ今日はね、このシャンプー使っていきたいと思います。ということで早速シャンプーしていきます。はい、という感じで着替えてきました。だいぶ痩せたね。はい、という感じでこれからアマトラ使っていくんですけども、まあまず確認するポイントはいくつかあると思うんですけど、まずこのね、がっつりつけたワックスがちゃんと落ちるか、あと昨日カラーしたばっかこの髪色がしっかりと退色防止になるか、それとね、あとシャンプーした後でも髪がサラサラツヤツヤになるのか、まあそこら辺ですね。じゃあ早速使ってみたいと思います。ちなみによく市販のシャンプーとかどうなんですかって聞かれるけれど、ちょうちん的にあまりおすすめできないです。まあなんかいろいろね、洗い落とす成分が強すぎて頭皮に良くないとか言われてるんですけどね。はい、ということでですね、デザインはこんな感じになっております。なんかすごいっすね、この液体の色何色なんだろう、緑なのかな。まあじゃあ早速やっていきたいと思います。まあ、ちなみに豆知識なんですけど、お湯は冷たい方が髪が傷まない、お湯よりは髪にはいいそうです。はい、早速中身の方確認していきたいと思います。よいしょよいしょ、うわ、止めよう、一回止めよう、めっちゃ茶色い、なんじゃこりゃ。あ、匂いはね、あ、匂いはなんだろう、これ、なんの香りっていうんだ、なんて言ったらいいんだろうね、よく美容室とかでシャンプーしてもらう時の超いい匂いな香り。あ、これめっちゃいい香りだ。やばい。やばい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 。はい、ということでですね、早速シャンプーの方していきたいと思います。あ、やばい。やばい、もう、つけた瞬間からわかる。あのね、え、これやばい、マジで。もうなんかつけた瞬間からすごい泡がもっちりしてて、細かくて、やばい。しかも、あの、ワックス今日ヘアショーとかでガッツリやってたんだけど、やばい、スルスルってめっちゃ落ちいい、これすごい。ということでですね、2、3分置いてみたいと思います。はい、2、3分置いたんでこれから早速流していきたいと思います。いやーね、髪がどうなるか本当に楽しみですね。は
い、ということであれから4日間が経ちまして、今4日目の夜ということでまたシャンプーをしてきました。でですね、4日間使ってみてのまあトータル的な感想なんですけど、なんか俺が今まで使ってたシャンプーの中ではね、なんかシャンプーとは思えないような本当にすごいサラサラした、なんていうかね、今までのシャンプーだとやっぱりちょっとね、この指通りが良くなかったりとかちょっときしんだりねしてたんだけど、でもこのシャンプーはなんか本当に軽くリンスした後みたいな、うん、シャンプーしてもなんかすごい髪がケアされてるんで、もう本当に泡立ちもいいし髪もサラサラになるし、なんか本当にね今まで使ったことのないようなシャンプーでした。でまああれからですね、いろいろちょっとインターネットで調べたんですけど、このシャンプーのまあ効果としては、まずは白髪防止とあと脱毛防止、なんかちょっと育毛シャンプーみたいな効果もあるみたいです。でもう一つはなんといってもカラーとパーマが長持ちするということで、こうね、ほんと自分みたいにカラーを良くする人にとってはこのカラーが長持ちするその脱色防止効果があるっていうのはねすごい嬉しいです。でそう、さっき香りが分かんないってなんつったらいいんだろう、美容室とかでなんかやってもらった時のすごいいい香りっていう表現したんだけど、その公式サイトにはなんだろう、説明がちょっと面白いんですけど、地中海の風のようなブリージングシトラスの香りだそうです。ベルガモット、レモングラスなど4種類のエッセンシャルオイル配合ということですね。まあなんかちょっとたくさんあってよくわかんないんですけど、とにかくブリージングシトラスの香りということです。はい、ブリージングシトラスの香りがするシャンプーです。であとシャンプー自体がすごく低刺激で、頭皮にも優しいし、乾燥した頭皮とかをまあちゃんとしっかりケアしてくれると。いやもうこれはですね、自分すごい乾燥肌なんですごいありがたい成分です。で意外にもなんか UV ケア効果あるそうです。だから真夏とかがすごいいいかもしれませんね。で公式サイトに書いてあった一番いい使い方としては、まずワンシャン、一番最初のシャンプーで軽くこの頭皮の汚れだとか髪の汚れを落として、からの次に2シャン目、2回目のシャンプーの時にこのシャンプーで泡立てて、それを2、3分パックしておくと。でそうするとこのシャンプーだけでもダメージ補修がされると。でまあ詳しいことは下の説明欄に公式サイトを載せとくので、ぜひチェックしてみてください。あと Amazon のリンクを貼っておくので、 Amazon だとちょっと安く売ってるんで、まあぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、このアマトラクオーヘアバス、このシャンプー、まあこれからね高校卒業してまあ大学専門入る人とかこう多分カラーとかすると思うんですけど、まあその時にねぜひ気になったらご購入してみてください。ということでこの動画が参考になったらぜひ高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。